バットマンリターンズは1992年のアメリカ映画。1989年の映画、バットマンの直接の続編。監督ティム・バートン独特の世界観が、前作にも増して顕著で、悪役キャラクターの描写に比重が置かれ、バットマンが狂言回しの役割となっている。第65回アカデミー賞メイクアップ賞、視覚効果賞ノミネート。 ゴッサムシティに調領をばっこするサーカスギャング団。奇形ゆえ捨てられた過去を持つ主界ペンギンは、表の世界に乗り出すべく自作自演や狂言などで、自らの商品価値を高めていく。それに協力するのは、野心あふれる実業家マックス・シュレック。彼は発電所に細工をし、死の生命線を握ろうとしていた。 そんな計画に気づいた内気な秘書セリーナをシュレックは口を封じるためにビルから突き落とす。猫の魔力で蘇った彼女はキャットウーマンとして街に繰り出すようになる。ペンギンの企み、シュレックの野望を阻止するために、そしてセリーナに惹かれながらキャットウーマンと争うべくバットマンは今宵も闇を走る。クリスマスを舞台に怪人たちのサーカスは幕を開けた。 当時まだ珍しかった CEG が導入され、オープニングタイトルの三次元的変形、コウモリや武装ペンギンの大群、バットモービルのシールドモードや、バットミサイルへの変形などに使用されている。ただし、武装をせず普通にしていた状態の動物の方の、ペンギンは本物だったという。またドルビーの技術を用いた初の5.1、チャンネルサラウンド作品。本作では、 キャットウーマンとペンギンのダブル枠役が採用されており、以降のシリーズのスタンダードとなった。キャットウーマンには、当初、アネット・ベニングがキャスティングされていたが、妊娠のために降板し、代わりに、ミシェル・ファイファーが起用された。ベニングは、後に、マーズ・アタック、で、ティム・バートン監督作品に出演している。ペンギン役には、ダスティン・ホーフマンや、 マーロン・ブランドなど数々の大物俳優たちが候補に上がったが、個性派俳優のダニー・デビートに落ち着いた。当初の脚本では、バットマンの相棒であるロビンが登場する予定で、黒人俳優のマーロン・ウェイ・アンズの出演が決定していた。しかし、脚本の変更などもあり、ロビンは次回作のバットマン・フォーエバーまで登場が延期になった。 その時点でバートンは3作目も監督する予定であり、ウェイ・アンズもキャストとして登場するはずだったが、バートンが監督を降板したことでその話は流れてしまった。1993年2月にはコナミよりこの作品を題材としたスーパーファミコン用のベルトスクロールアクションゲームが発売されている。ありがとうございます。